おはようございます。青森県に移動してきました。で、夜のうちに、青森県のあの釜の部分のここのところをですね、降りてきて、今、脇の沢というところに来ています。で、ここは野猿公苑ということで、北限の猿ですね。猿って、世界中で青森県のここが猿の北限だと言われてて、で、ここから、北には猿はいませんっていう場所です。で、ですね、その日本猿だったりの、その猿山ですね、猿山を観察してるとですね、私はデッドマンウォーキングって呼んでるんですけど、その猿が一方向にぐる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 、回ることがあります。群れ全体みたいな感じで、かなり多くの猿が同じ方向に回転しています。で、それが結構いろんなとこで見られるんですね。で、あの状態っていうのは、ストレス行動でしょうし、またその本来の生態、私住んでるとこものすごい田舎なので、その猿が群れで移動するんですよ、一定区間をね。それのなんか野生的な、その習性的なものなのか分かんないんですけども、それを解消できるような場所がない、解消できるようなことをやってるところがないかなと思ってます。あ、長川さん、おはようございます。どうも。で、そういうところを探してるんですよ。で、ちょっとここも予定あんまなかったんですけど、来ないかと思ったんですけど、どういうことかなと思って、来ました。ところがですね、今ちょっと、上がってきたんですけど、この時点ですごい期待できないなと思います。嫌な予感しかします。 これから調査していきます。この後はですね、八戸で、ここが終わったら即八戸行って、八戸ちょっと調べて、できれば岩手県の久慈まで、下がりたいと思ってます。以上です。では、ありがとうございました。疲れてますか？ あ、廃れてますね。あ、そうそう、そうですね。なんかあんまり、ちょっと見ますか。見れそうですね。お金ちょっと後で払います。あ、あそこで、後で払います。すいません。こんな感じ。全然状態よろしくないですね。もう完全収容所ですね。はい。また、ちゃんとレポートします。ではでは。